ヨハネス・ケプラー、ヨハネス・ケプラー、ヨハネス・ケプラー、1571年12月27日から1630年11月15日は、ドイツの天文学者。天体の運行法則に関する、ケプラーの法則を唱えたことでよく知られている。理論的に天体の運動を解明したという点において、天体物理学者の先駆的存在だと言える。また数学者。 自然哲学者、先制術師という顔も持つ。ケプラーは1571年12月27日、神聖ローマ帝国にある自由都市、バイルデアシュタット、現在のドイツのバーデニーコール、ビュルテンベルク州のシュトゥットガルト西方約30キロメートル、似て居酒屋を営んいたハインリヒ・ケプラーとの間に生まれた。母のカタリーナは宿屋の娘キャプテリーナ・グッドンマンとして生まれ、 ヒーラーとして薬草を用いて治療を行っていた人だった。父方の祖父のゼイバルトケヘプラーは同志の市長も務めたことのある人物だった。ヨハネスが生まれた時点で一家にはすでに男の子二人と女の子一人がおり、ケプラー家の経済状況は傾き、貧しくなりつつあった。父のハインリヒは収入を得るため傭兵となり、ヨハネスが五歳の時に家族と離れ離れになった。 そして後年、ヨハネスが十七歳の時、父は亡くなることになる。八十年戦争中に、ネーデルラントにおいて亡くなったと考えられている。ヨハネスは四歳の時に、天然痘にかかり、視力を低下させ、手も幾分不自由になった。なお、ケプラーの人生には、天然痘の苦労が付きまとい、晩年には、天然痘で妻子を失うことになる。六歳の時を目撃した。 後年、ヨハネスはそれについて、母に連れられて高い場所からそれを見たと記述。ケプラー家の信仰はプロテスタントであったが、当時の神聖ローマ帝国においては、宗教的対立が高まっていたので、苦難を強いられる原因の一つともなった。学校教育としては、ラテン語学校、イコールヨーロッパの一般的な中等教育、英国のグラマースクールのようなもの、ついで、 イコールプロテスタント系の神学校の一種に、進学、貧しかったので奨学金を得て通学した後、1587年に聖職者になることを目指して、中ビンゲン大学の進学科級非正の試験を受け合格し、入学。専門課程では哲学をから学び、進学をから学んだ。またこの専門課程で出会ったシンプラトン主義ニケヘプラーは、 系統した、このシンプラトン主義への系統は、ケプラの後の著書の説明の仕方にも色濃く出ている、とされる。同大学の教養課程で、ミハエル・メストリン、1550から1631による、天文学の講義に出会い、興味を抱き、そこで、惑星運行に関して、プトレマイオスの宇宙体系、イコール宇宙に関する説明及びコペニクスの宇宙体系の両方を学ぶことになり、 これによって、コペルニクスの宇宙体系に改眼し、傾倒していくことになった。またケプラーは、同大学で、数学も学んだ。ケプラーは、数学の成績が優秀で、またホロスコープを、学生仲間のために作ってみせるなどして、天文学の技にも優れているとの評判を得た。最終学年、学業を終える時期、ケプラーは、本当は牧師になることを望んでいたが、彼に推奨。 提示された職は、牧師ではなく、プロテスタント系のグラーツの学校で数学及び、天文学の教師とし、教える仕事であった。彼はこれを受諾した。その時、ケヘプラーは23歳。そして1594年に、同大学を卒業。卒業した1594年から、グラーツの学校、現在のグラーツ大学で、 数学と天文学を教えるようになった。1596年には、を出版した。この書は、太陽を中心として6惑星、水星、金星、地球、火星、木星、土星が5個の生多面体に次々と外接、内接することによって、その距離が保たれていると説明するものであった。また、この書でケヘプラーは、ニコラウスコペルニクスの唱えた。 太陽中心説、地動説を全面的に支持した。天文学者の中でコペルニクスの説を全面的に支持したのはケヘプラーが初めてであり、これを読んだガリレオ・ガリレイはケプラーにその考えを支持する胸の手紙を送った。1597年にはバーバラ・ミューラーと結婚。しかし、翌百九十八年にはグラー,アーツを治めていたオーストリア大公フェルディナント二世が フラーアーツからのプロテスタントの聖職者と教師に、町からの退去を命じ、ケプラーは失職する。そんな折、1599年、ティコ・ブラーへ、1546から1601に、助手、ケプラーが言うには助手でなく共同研究者として、プラハに招かれ、ケプラーはこれを受諾し、プラハへと移った。ティコは、当代きっての大観測家であり、 1576年から1597年の21年間、デンマーク、ゲンスウェーデン領の弁当に、裏にボり天文台を建設して、天空の観測を続け、さらにプラハでも観測を続けていたのであった。この観測データは、望遠鏡のなかった当時、肉眼で観察されたものとしては最高の精度を持っていた。ピコは、自らのデータから、 地動説を支持する証拠を見つけることができず、自ら手を加えた地球中心説、天動説を提唱していた。キコの元で働き始めて1年半後の1601年にキコが亡くなった。キコは臨終の遺言で16年に及ぶ観測の資料の整理をケプラーに委託した。こうして観測家キコの正確で膨大な観測データが理論家ケプラーの手に渡り整理。 分析されたことが、ケプラーの法則発見へと、つながり、太陽中心説、地動説が強化される、大きな転機となるのである。ティコナキアと、ケプラーは、ブラーへの公認のルドルフ2世、宮廷付先生術師として引き続き使え、ティコの残した観測データをもとに研究を続けた。なお、ティコの遺族に、ルドルフ2世が支払うはずだった観測データの代金は、 ほとんど支払われず、ケプラーとキコの遺族の間には争いが起きた。ケプラー1609年代表作とされるお観光。ケプラーの法則の第一と第二法則もこの論文に収められている。1611年には三人のこのうちの一人と妻のバルバラが死去し、1612年にパトロンであったルドルフ二世が亡くなると、ケプラーはプラハを離れ、オーストリアのリンツに 中数学館の職を得た。1613年には、ズザナ・ロイティンガーと再婚し、1618年には、ケプラーの第三法則を発表したが、1620年から1621年には、故郷、ビュルテンベルグにおいて、母カタリーナが魔女裁判にかけられたため、その地に留まって、裁判と弁護に奔走した。1621年に、 無罪判決を勝ち取るとリンツに戻ったが、1626年には反乱軍によってリンツが被害を受けたためウルムへと移り、ここで1627年にはルドルフ氷を完成させた。1630年、レーゲンスブルクで病死した。ケプラーの自然哲学の中心は惑星論にある。ケプラーは数が宇宙の秩序の中心であるとする点やを唱える点で、 自然哲学におけるピタゴラス的伝統の忠実な擁護者であった。その反面、ニコラウス・コペルニクスやティコブラーエ、ガリレオ・ガリレイも脱却できなかった円運動に基づく天体論から大円運動を基本とする天体論を唱え、金星自然哲学を刷新した。現代の科学者にとってのケヘプラーの大きな功績は、 数学的なモデルを提出するという方法の先駆者となったことである。彼の提出した具体的なモデルは現代人から見れば誤っている面もあるが、ともかくも数学的なモデルを構築し提示するという方法はガリレオ・ガリレイ、アイザック・ニュートンを経て古典物理学の成立へとつながっていった。ただし、ケプラーの数学的なモデルは基本的にはピタゴラス的で、 またシンプラトン主義的であり、数、数論や幾何学、生多面体が極めて直接的に物の存在や物の運動を支配している、調和されていると考えており、その多くが現代人から見ればキーなものである。例えば彼が初期に提唱した多面体太陽系モデルは惑星が6個存在することは生多面体が5種類しか存在しないことと関連が、 あるに違いないというプラトン以来の思考の伝統の枠内にいる。またケプラーは火星の衛星が2個であることを予言したが、これは地球、火星、木星の衛星の数は等比数列を成しているというピタゴラス的な考え方、思い込みによるものである。結果として火星の衛星の数は2個ではあったが、その仮説の前提である木星の衛星の数は当時知られていた4個よりも、 はるかに多かったのである。ケプラー以前の天文学では、惑星は中心の星の周囲を完全な円軌道で運行すると考えられていた。完全なる神は完全なる運動を作られると考えられていたのだった。惑星は逆行運動をすることが知られており、それはなぜかということが問題になっていたが、それは終点源の考えを導入することで解決され、 最終的には、クラウディオス・プトレマヨスによって、地球中心説、天動説は、ほぼ完成し、その精度の高さもあって、人々に受け入れられ、長きにわたって、惑星は、円軌道で運行するという理論が信じられた。ニコラウス・コペルニクスは、太陽中心説、地動説を提唱した。現在、それは、コペルニクス的展開として、発想の大転換を表現する際に比喩として、 用いられるが、そのコッペルニクスもまた当時の惑星は円軌道で運行するという理論に縛られており、コペルニクスの地動説は従来の天動説に対し少ない終点円で同程度の精度を出せるだけに過ぎない。実際には終点円なしでもそれなりの精度が得られるため、理論の単純さのために精度を犠牲にする地動説論者も多かった。逆にこれを引き継いで、 プロイセン星表を作成したエラスムス・ランホルトに、至っては、逆に、終点円の数を、プトレマイオスの天動説よりも増やしてしまい、かえって煩雑さを増すという結果となった。これに対してケヘプラーは、惑星の運動を歪んだ縁もしくは楕円であるとした、ケプラーの第一法則。ティコによって、火星観測の正確なデータが残されていて、現代人は知っている。 実際の地球の軌道は完全な円にかなり近いが、火星の軌道は楕円であったので、それが第一法則発見へとつながるデータとして、役立った。それまでの理論、惑星の軌道は完全な円を捨て、仮に、惑星の軌道は楕円と仮定してみたところ、キコの観測した結果を説明できることがわかり、後に、ケプラーの法則とされたのである。この法則に基づいてケヘプラーが作成した。 ルドルフ製表は、プロイセン製表の三十倍の精度を持ち、ようやく太陽中心説、地動説は、従来の地球中心説、天動説よりも単純かつ高精度のものとなり、説得力が増したのであった。ケプラーの法則は、距離の事情に反比例する力によって惑星が太陽に惹かれていると示唆する。ケプラーはそのことに気づいており、太陽と惑星の間に、 磁力のような力が存在すると述べた。その力は、後にアイザック・ニュートンによって万有引力であるとされた。ケプラーはまた、弾を敷き詰めた時に、免震立法行使が細密になると予想した。この予想は、ケプラー予想と呼ばれ、規則正しく敷き詰める場合に関しては、カール・フリードリ・ヒガウスによって、早々に証明されたが、不規則な敷き詰め方に関しては、 400年もの間、未解決の問題であった。ケプラー・アイオゾーは1998年にトーマス・シー・ヘイルズによってコンピュータを駆使して解決された。発明したが実際には制作しなかった。欧州補給機、ATV2 号機、アメリカ航空宇宙局の宇宙望遠鏡の名前に彼の名が採用されている。以下が日本語訳されている。楽しくご覧になりましたら。 購読と良いです。クリックしてください。